こんばんは、豊田舞です。こんばんは、伊藤美久です。私たちPyxisです。Pyxisのキラキラ大作戦。この番組のコンセプトは、私たちの好きなこと、興味のあることを何でもやっていくおもちゃ箱をひっくり返したような番組です。あ、久しぶりに聞いたかも。ちょっと久しぶりに言ってみた。ここの説明。ね、なんか最近言ってなかったなーって。そうだよね。気づいてはいた。そうだよね。私もなんか今聞いて懐かしい気分になって思い出したわ。でも口が慣れてた。ね、もう見なくても言えるもん、うん、後半言えた。もう363回ですから、そりゃ言えるわ。ほぼ1年じゃん。ほぼ1年。と日にちで換算したらってこと？ほぼ365日。そうってこと？そういうこと。そしたら365日の時に言ったらいいのよ。だからほぼ。365日は1年記念日だからお祝いしようじゃん。1年記念日なんかちょっとごちゃごちゃしてるな。1年記念日ではないんだけどねえ、最近さゾロ目すごい見んの。これなんだと思う？どういうこと？ゾロ目？日常生活でさ、みんなってさどんぐらいゾロ目見る？見ない、あんまり見ない。考えて生活しないですよね。パッて携帯開いた時とかさ、パッて時計見た時とかさ、ふとした時に見る数字ってゾロ目じゃない？まあ気にしてないけど。違う。気にしてるから見ちゃうんだよ、そういう時に。狙って見ちゃってんだ。本当に違うの。あと2分だなって。あと2分だなとかやってません。ゾロ目だってなるんじゃない？たまたまです。たまたま？そう。なんかって開いたら、私本当に毎日見るの。ゾロ目。何の意味もないと思うよ。何の意味もなくない絶対。何の意味もないよ。だから調べたの。スピリチュアルメッセージを。スピリチュアルメッセージがネットで調べた。スピのメッセをネットで調べた。エンジェルナンバーって言うんだよ。あー、でもなんか聞いたことはあるな、エンジェルナンバーって。でその数字によって意味が違うんだよ。111とか1とかあるじゃん。その11時11分とか、あとはそうね、1時11分とかさ、あと2222とかさ、そういう4桁から3桁とかいろいろ見るじゃん。それによって内容が全部違うの。スピメッセージ。それは誰が考えてるものなの？誰が生み出したの？エンジェルが考えて、エンジェルナンバーなの。エンジェルが考えて、それを執筆する人に渡したんだ。そう、エンジェルが言ったの、その人に。その人に受け渡したのね。111はこういう意味だよーって、あ、分かったよーっていう人がちゃんとこうネットに載せてくれてる。ちなみにその見た数字のメッセージは何だったの？でも1111が一番見るのよ。あと333とかも見るんだけど、1111はお金が手に入るっていう。なんだそのスピリチュアル現金な話だ。お金が手に入る。どういうこと？なんだスピリチュアルなんだか何なんだかよくわからん。111はやっぱりそういう幸運の前触れみたいな。ああ、なるほどね。だからミクは11だからね。何が？持ってる番号って何？そう、もう困惑だよみんな。急に持ってる番年齢とかじゃなく？違う、数秘術っていう。数秘術。そう、占い。いいの？みんなも調べてみて。この話もして。数秘術じゃなくて絶対にこの話した方が良かったんだから、この時間。でもこの話もして。全カットだよ今の。普通の方では全カットよ。やだ、どっちも大事な話。全カットだからね。どっちも大事。比べられないぐらい大事な話だった。もえさん、アルバム#もえし10周年の発売おめでとうございます。ありがとう。発売して次の日ですからね。昨日発売になりました。一般発売されたということで、一般発売になりましたので、当時ちょっと支援間に合わなかったよとか、どうしようかなって悩んでた人もね、ぜひこの機会にお手に取ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。優しいね。はい、なので皆さんちょっと感想とかね、ぜひぜひ聞いたやつをお待ちしてるのでよろしくお願いします、カバーもあってオリジナル曲もいっぱいあって。はい、そうなんです。だからハッシュタグもえし10周年の感想とみんなの数秘術番号を教えてください。数秘術番号はもういいのよ。知りたい。みんなの数秘術は。みんなの番号を教えてくれたら私どんな人かわかるから。数字なんかで測ってはいけない。数字はね、大事だけどね。大事だけどね。では始めていきましょう。それではPyxisのキラキラ大作戦スタートです。Pyxisのキラキラ大作戦。私たちはい、持ってます。ちょっとゾロ目ちゃん好きだよ。ちょっとフラグだった、すごい私。全然出したくないゾロ目。ゾロ目チャンスあったわ、ここで。あ、でもゾロ目だと耳寄りニュースかショートコントか選べるみたいですからね。なるほどね。では、はい。せーの。あー惜しい。ほぼゾロ目だね。ほぼゾロ目って何？何ほぼゾロ目って。ほぼゾロ目だね。何それ？え、でも待って。あ、10か。10で。10だ。10は？10は数秘術にないじゃない。やっぱ10ないんだ。何やっぱ10ないんだ。ほら数字は9までだから。9が最後っていう。10。まあキリのいい数字ではありますけど。10でした。待って普通のフリートークだって。前回いっぱい喋っちゃったからね。確かにフリートークした。ここで数秘術の話すればよかった。本当だよ。本当だよ、もうおかしいけど。もしかしたら最近緑を大切にしてますか？はい。そんな確かに緑を気にすることはないかもしれませんけど、伊藤ファームがあるので、あ、緑はまあよく見ますね。この間伊藤ファームから小松菜もらったんですよ、私。ちょっと伊藤ファームの話を知らない人もいるかもしれないから説明すると、伊藤家で畑を始めたんです。最高。そう、なんか大きい畑があって、そこのなんていうの、分けられてて、土地がいくつか、そうそうそう。でこの区間の間だったらいろいろしていいですよっていう畑を契約して、それで。みくママがすごいこだわってやってて、そこで小松菜が取れたよって話があって、私が結構「伊藤ファームの野菜食べたい」ってラジオとかで発信してたら、みくママがくれたんですよ、小松菜を。はい、萌ちゃんに持ってったらって。そうだから、袋に土がついて根っこが生えた小松菜そのまんま、はい、渡してもらって、ご近所付き合いしていただいて。そうだからね、その無農薬とかだから、ちゃんとその虫食い、そうちょっと虫食いとか土がついてるんだけど、全然気にならなかった。これはその農薬が入ってない証拠だから、洗って食べたら全然大丈夫だからねって言ってって言われた。でおひたしにしようと思ったんだけど、なんかその一房っていうのかな、あれ、一房なのに相当なボリュームだったのよ。だからさ、スーパーで見たくない、あのサイズ。でっかいよね。そうびっくりした。ほうれん草とかさ、もうもさもさなのよやつだけどさ、本当なんか白菜ぐらいあった。でかさ。1個でね。1個で。だからなんか全部おひたしにするのはなんか食べきれないなって思って、なんかどうしようって思った時に、そのまあ。ほうれいそうさんと小松菜さんは別の扱いをされたいだろうなって私は思ってたの。でほうれん草さんだったら、そのサイゼの鉄板メニューを私は作ろうと思ったの。ベーコンとさ、ほうれん草のバター炒めね。美味しいよね。そうだけどほうれん草さんと一緒にしたら小松菜さんはかわいそうだ、小松菜さんは小松菜さんのアイデンティティがあると私は思ってたから、オリジナル料理を作りました。オリジナル料理。そう調べずに。お、もう全オリジナルで。お、何作ったんですか？長芋と小松菜のバター醤油炒め。あ、あれ長芋だったんだ。そう、ミクに写真を送ったの、作ったよって言ったやつ。なんかすごい美味しそうにね、作ってたんですけど。そう、小松菜以外の何かが入ってて。そう、これなんだろうって。なんか追加されてるって突っ込まれて、バレたって送ったんだけど、あれね、長芋でした。あれ長芋なんだ。はい。あれね、めっちゃ美味しかったよ。長芋も。買ったってこと？オスのスメ。そう、そのために買ったの。これは合うだろうって思って。もうスーパーでこの小松菜を一番輝かせてくれる、脇役は誰だろうと思って。相方探した。そう、相方を探した時に目があったのが長芋さんだったの。そうなんだ。長芋なんてなんか調理するの超大変そうなイメージあるけど。そう、だからオリジナリティ出したかったから。頑張ってくれたんだ。小松菜の伊藤ファームの小松菜だから。なんかオリジナルで料理したいっていうところでした。いや絶対バター醤油なんか美味しいに決まってるもんね。正直本当に美味しかった。マジでもうおすすめ。でもめっちゃ簡単。ちょっともう説明すると、長芋そのまま皮むいて輪切りにするだけ。輪切りにするじゃん。でフライパンにさバター入れるじゃん。でバターのところに長芋そのまま置いて、両面焼くじゃん。あ、こんがり焼くのね。そうそう、こんがり焼くやつやって、で切った小松菜入れるじゃん。で炒めるだけ、うん、で最後に適当に醤油かけて終わり。わー、美味しそうだわ。めっちゃ簡単でしょ。ちゃんとこう長芋を最初に焼き目をつけてるところがプロっぽいね。ちょっと焼き目つけたかった、うん、めっちゃ美味しかった。ちょっとおすすめの小松菜の新しい料理見つけましたとか言って調べたらめっちゃ出てきたら小松菜と長芋炒め、うん、よくやってるよみたいな人いたらちょっと恥ずかしいけど、いやでもママもすごい喜んでましたし、え、言ってくれたママに、うん、伝えましたよもちろん。え、嬉しい。え、じゃあさ、トウモロコシもよろしくお願いしますまだまだいっぱいできるみたいなんですよ伊藤ファームで私食事してくえ、ちょっとそれはどうかしら。でもやっぱり縄文的な生き方したいから、縄文的、そう縄文時代の生き方したいから、そうやっぱもらったらやっぱお返しもしないといけないから、そう物々交換の時代だから何がいい？何くれるんですか物々交換で。畑やってないなうちうち畑やってないな。何くれんだろう。小松菜と同等ぐらいのものが来るってことだよね。物々石パワーストーンいらないな。パワーストーンいらない。そちらで取れたパワーストーンいらないですか。こちらで朝どれパワーストーンいらないです。もう一番新鮮一番新鮮の朝一パワーストーンいらない。なかなか朝一取れないからねパワーストーンって。見たことないわ。朝一パワーストーンとかどうですかね。いらないか。何がいいかなお野菜の代わりに。いや全然食べてもらえただけで伊藤ファームは嬉しいんでね得が高いなんで緑をめでてますかって言ってたの。あ、そういう気持ちだから緑を大切にしてますかっていうのは、はい、そう今緑を大切にして生きたいなって生きてるから。あ、そうなんだ。萌さんは大切にしてるんですか。じゃあ観葉植物買った。あ、買ったっていうの生き物だから生き物だから。すごいじゃん。萌さんが観葉植物なんてすごいことだよ。みんなこれはだって育てなきゃいけないのすごく大変なんだから。観葉植物ってちゃんとお水毎日あげてる。あ、すごい丁寧な暮らし始めてんだ。始めてるの。あ、毎日は嘘かななんかね、でも毎日のようにちゃんとね手入れしないといけないもんね観葉植物って。そう、でもなんか物によってなんか週何回でいいとか、なんかあげすぎない方がいい子とかいるから、なんか私の性格に合いそうな子にした。あ、なんていう子？ちょっと名前わかんない。ちょっと名前わかんない。なんかオリーブとかパキラとかあるじゃない。あるね、あるね。なんかガジュマルみたいなさ。そうそう、なんかその子たちならではのなんか力があったりとかするじゃないですか。あるあるある。なんか理由あるよね。そうだよね。それこそ金のなる木みたいな理由の子とか、縁起のいいさ子とかいたり、運が良くなったりとかするって言うじゃない。うん。ちょっとわかんない。適当に買ってる。直感で。ちょっとちゃんと愛してあげてよ。可愛いなって。でもあれか、そういう葉脈とか調べて。名前出るやつあるよね。葉脈ね。なんか写真撮って。あ、そうね。なんか特定するやつ。特定するやつで調べて。それやればいいのかな。買った時何ネットで買ったの？なんかいっぱい置いてあるさ、なんかそうなんセンターみたいなあるじゃん。そこになんかこうバーって置かれてた中でなんか気に入った子。見た目が気に入った子みたいな。なんか名前とかそんな書いてあるようなコーナーじゃなかった。そんなことある？まあちっちゃいからね。あ、その想像してるやつじゃないよみんなが。あ、そうなんだ。ちょっとちっちゃめな観葉植物。もう本当そのこんな感じ。あ、そうそんな感じそんな感じ。そうやつ。こんな感じね。そうお育ててます。あ、すごいじゃないですか。ちょっと結構ねお世話大変だと思うけど枯らさないように。ちょっと自然を大切に生きていこうと思う。そうだね。それは意識が高まるわ。大事だね。みんなも緑と愛し合っていこう。何がきっかけでそうなってるの、不思議なんだよな、萌さんのそのこうハマってるものが急になんか来るから、何がきっかけなのかいつも私はそれを聞きたいよ。でもいつか終わってんだよね。いつの間にかブームが終わって、いつの間にかまた新しいものが好きになったり。でもこれはもうブームというかマインドだもんね。あ、まあその生き方は緑を大切にして生きていこう。はい。番組では皆さんのメールをお待ちしています。メールアドレスはPyxis@secondshot.jp です。たくさんのお便りお待ちしてます。それではここで曲をお送りします。前回初公開しました新たに制作した番組テーマソングのデモ音源、今回も聴いていただこうと思います。番組でイベントでは生で披露しますので、ぜひね楽しみにしていてください。はい、それでは聴いてください。Pyxisのキラキラ大作戦テーマソング、Pyxisでまぶたにバディ。どこでもいいかを急がないと置いてくよなんて、それってあたしのセリフだもん。たった一つ知りたい夢のルール、同じ気持ちで今すぐ行こう。未来Pyxisになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR レッツ萌えサイド。ねねみく、きょうあんさんからなんだけど、可愛い版にらめっこしてだって。あ、早いな、結構やる気なんだよな。にらめっこしましょう笑うと負けよ。違う、照れたら負け、照れたら負けよ。アッププこれは照れてますね。そうです。負けました。レッツミックサイド。ねえねえ萌えさん、シルバーさんからなんだけど、眠れないときどうしてるって。初めてのチュー、君とチュー。本当に声優か。信じられないぐらい体だな。眠れないって言うから、あ、言って歌ってあげたら眠れるかなって。眠れないよみたいな出だしじゃん。そうだね、そこ歌いな。間違っちゃった。Pyxisになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 豊田萌と伊藤美久、どちらかになって相方に聞きたい質問を大募集。たくさんの質問お待ちしています。続いてはこちらをお送りします。Pyxisの〇〇大作戦。はい、毎回一つのテーマを打ち出していくこちらのコーナー、〇〇の部分はその都度変わります。ということで今回はこちら、Pyxisのお気に入り大作戦。はい、私たちの共通の趣味を見つけます。2人ともお気に入りになりそうかならないかを判定していきます、はい、ちなみに現在お気に入りに認定されているのはこちら。増えてきましたね。増えてきたね、それでは今回のテーマはこちらです。ソファ大好き大好き。じゃあもうお気に入りということで大丈夫ですか？やらせてください、お願い。そうやってもうお気に入りってことを決めて、もうこのクイズ自体をやらせてくれないんだ。あ、私にはクイズを楽しむ。ああ、そうやってミクは私にクイズを楽しむ余裕さえくれないんだ。分かった、もう私が全部をやめればいいんだね。クイズだけじゃなくて全てをやめればいいんだ。お母さんごめんなさい、そんなことない。そんなことない、お母さんごめんね。そんなことないならよかった、やろうクイズ。クイズやろう。それでは行きましょうか。問題。そば好きの間ではそばは三立てでいただくべしという言葉があります。その3つの立てとは何でしょう？三立て。ああ、出来立てみたいな、そういう意味の立てね。なんかもっと食べ方の話かと思っちゃった。でもじゃないそういう縦じゃないで3つ出来たてみたいなこと、その3つが合わさると3立てに何々立てでいただくべし。打ち立て、お入り立て、茹で立て、お入れ立て最初に言って違うって言われてるじゃんそれ聞こえてなかったのかなワンチャン聞こえてなかったら可能性あるなって思って違うって言われてたじゃんなんでそれ私ごめんそんなつもりじゃんお母さん茹でたて、打ちたて、食べたてつけたてつゆに違う、なんだろう、打ちたて、茹でたて、盛りたて。打つ前の過程？もぎたて。そばをもぎるとき。練りたて。混ぜたて。入荷したて。お店にね。まず最初にね。なんだろう。混ぜたて。打つ前でしょ。打つ前って何？粉立て。掃除したて。粉にするには。引きたて。あ、そっか、豆みたいな感じなんだっけ。そうだ、引くんだよね、こううすみたいな。そばみたいになるんだ。引きたて、打ちたて、茹でたて。製粉してすぐの粉を使い、打ったばかりの生地を切り、茹でたてが美味しいとされる。食べたい。確かに作りたてが美味しいってことだね。食べたことないかも、ここ、そのたて。こういうね。わかんない。知らずに食べてんのがあれかもしれないけど。行かないとだもんね。じゃあ続きまして。はい。問題。よく耳にする二八そばとはどんなそばでしょう。はじめまして。二八そば、知ってる？よく耳にしないな。10割そばとかなら知ってるよ。あ、わかった。28で8がそば、2うどん。なんで？ハーフ&ハーフ。100そばじゃないよっていう。10割そばだよっていうそばで、28は28なんだよ。これわかった。私。何？そば粉の量じゃない？が8で、2が小麦粉だ。やだー。やっぱじゃあうどんとそばってこと？つまりはうどんとそばで合ってたってこと？やった。そば粉8割、小麦粉2割。28そばは小麦粉2割を加えることで麺がしなやかになり、滑らかな食感と喉越しの良さが特徴。なるほどね。江戸の庶民文化のシャレ言葉から、江戸時代当時の一杯の値段が16文のそばを28、16にかけて二八そばと呼んだとされている。あ、28、16ってこと？8に16でもいいのか。まあそうですね。一方の10割そばはよりそばの香りを感じられるのが魅力と。その16円っていくらなんだろう。16文？そう。いくら？今現代で換算するといくらなんだろう。今だっておそばね、500円ぐらい？当時の金銭的にはどうなんでしょうね。50円とかかな。そうかな。なんかさ、牛丼とか10円時代あったんでしょ。まあ高いよね、きっとその時から。その時に暮らしてる人たちからしたらね。そもそもそのお金の価値のあれが違うのか。全然違うと思うよ。金額のね。門と円だしね。確かに。じゃあ最後行きましょうか。問題。おかめそばはその名の通り、おかめのお面に見えるように具材が盛られています。おかめの頬を表す具材とは何でしょう。ハムベーコン、卵。ここでしょ。てかピンクなんじゃない。でもおかめそば見たことある？まあないな。私もないかも。はんぺん、きゅうり、ピンクのはんぺん、かまぼこ。正解？今日調子いいわ。ピンクのかまぼこ、またはナルト。なるとおかめは別名おたふくとも呼ばれ、縁起が良いというところから、幕末頃に誕生したと言われており、おかめの顔を表すための具材としてしいたけ、卵焼き、水菜、ほうれん草などが使われ、特徴的な赤い頬をピンクのかまぼこで表すことが多い。すごいじゃん、すごいじゃん、めっちゃ当てるじゃん。すごいじゃん。そばのことやっぱ好きだわ。そばも喜んでるよ。私も好きだわ、そば。両思いだよ。ありがとう、そばと。これからもよろしくね。以上ですか？はい。はい、というわけで今回のそばはお気に入りです。おお、お気に入りだった。でも両思いだったしね。私はそばと両思いだったみたい。でも夏場そばしか食べない。まあちょっと今持ってるけど。私も本当そばとそうめんだけで生きてますから。ほぐし水やるやつ入ってるじゃん、コンビニのそばとかって、うん、そう、あれに後から納豆とかキムチのせて食べるのが大好き。いいね、うん、美味しそう。アレンジしてシンプルそばのやつに。わー、おそば食べたいわー。あれが大好き。お腹すいたわー。はい、ということで、Pyxisのお気に入り大作戦でした。Pyxisよー、キラキラ大作戦。番組では皆さんからのお便りをお待ちしてます、うん、相談はもちろん、皆さんの宝物に関するメール、平成大作戦への質問や二択三択大作戦のどうでもいい二択、耳寄りニュース、きらびく VR 宛てのメールなど何でもウェルカムです。何のモノマネだったの？うん、なんか喉が鼻にいった。え、どういうこと？鼻から喋ってたの？今鼻から喋ってみた。そうなんだ、うん、セリナさんとかのモノマネじゃなくて、なんか鼻から喋れるかな人間って思って今喋ってみた。今実験したんだ。実験したら意外といけた。意外といけた、うん、いけたわ。そうなんだ。鼻で喋れる。急にやんないで、急に急に実験しないで、本番中に実験しちゃった。ごめんなさい。はい、メールアドレスは pixies@secondshot.jp、pixies@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。はい、ここで Pyxis 情報です。オリジナルアルバム「#萌えし10周年」発売になりました。よろしくお願いします。リリーベもあるのでぜひチェックしてください。そして7月2日科学技術館サイエンスホールで開催される豊崎あきさんの「おかえりラジオ」の番組に、ゲスト出演しますのでよろしくお願いします。はい、フォースアルバム This One's For You 発売中です。アニメロサマーライブ2023アクセル8月27日の Day3 に出演させていただきます。そしてチーム伊藤の会各週水曜日21時からお送りしています。キラピクと合わせてみてください。はい。そして7月1日土曜日、科学技術館サイエンスホールにてキラピク番組イベントを昼夜2公演で開催します。チケット情報など詳細は公式ホームページでお確かめください。そして、2次先行抽選が今日まで、今日の23時59分までですので、お忘れなきようよろしくお願いします。はい、ニコニコ動画のセカンドショートチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信する Pyxis のキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。キラピクの通常版 YouTube でも配信されているので、ぜひそちらもお楽しみください。な息止めてみてた。なんで？さっきから勝手に実験しないで。人体実験やめて。ちょっとできるかなってびっくりするから。でもやんなかった、こういうの学生の時とかさ、実験、うん、授業中暇な時さ。なんで授業中暇なの？いつも思うけど。暇なことないけどね。暇なことないのか。何してんのじゃあ？授業を聞いてるんで。ノート取るの？ノートをもうずっと取ってた。ノート取るの本当に苦手だった。そうなんだ。ノート取るの大好きだったわ。いるよね、ノート得意な人。ペンいっぱい持ってさ、こうやって色変えてこうやってこだわる人だ。ちゃんと線からはみ出さない人でしょ。あ、そうそう、ちゃんと線も計算して、ここに2列開けて、ここにやると矢印が後から入れられるとか。上手。うわ、そこまで考えてたんだ。そう、あれが楽しいんですよ。それはすごいね。ね、忙しいの。これで忙しい。まあ聞いてない。要はミクもちゃんと聞いてなかったってことで解決しちゃったね、今の話ね。言わなきゃよかったですね。はい、それではそろそろお時間です。お相手はとよたまえと伊藤ミク、Pyxisでした。またね。